じゃあ次そのまま、名前なしさん、名前なしさん行こうと思います。名前なしという名前でエントリー、ややこしいね。行きましょう、3、2、1、ビボックス。これ、邪魔だな。増えとるやないかい。どこアップしとんねん。うるさいな画面が。写真やねん、これ数年前のこれ。おっ、これはエグいね、ここ。本当2、3年前だった。ラスト、おっ、あー、ここだいぶね。ありがとうございます。今回はね、映像っていうとこもプラスアルファ点数していくって言ったので、結構映像にねこだわってくれても嬉しいですって言ったんですけど、こだわり方がね特殊だよね、これ。僕のね顔写真を最近のじゃなくて数年前のやつが多いね。だいぶ前のやつからね、これ写真使われてるんでね、映像という意味ではめっちゃ面白かったですね。ビートですと、結構これはね、名前なしさん、えぐいですね、テクニックが。音の組み合わせ方がちょっと、なかなか癖になる組み合わせ方で、まあ、ハウス。このリズム、このテンポで、いろんなスキルをねじ込んでくる。で、音がすごく綺麗で、このビートのテンポにめちゃくちゃ合ってるなってとこが思いますね。ここから13秒くらいから、こっから、ここの入りめっちゃいいですね、好きです。なんか俺の顔が邪魔なんだけど。まあ僕の顔がいっぱい出てきてますけど、それは置いといて、ここの入り方と音の組み込み方がちょっと僕結構好きですね。癖になります。うまいですね、これは普通に。で、39秒からの、ここいい。ここの、もちろんテンポってとこもそうなんですけど、使ってる音ってとこがすごく結構好きな。あ、いい、これ、あ、そうか、この、ここでこういう音使うんだっていうね、すごく、なんかポイントポイントでの音の使い方がすごくいいなっていう風に、とても印象的に残りました。いやー、俺の顔が邪魔だ。唇分厚い。1分からのね。これはねじ込んでくる。で、まあ、ラストドロップ。ここすごいな。ここのラストドロップのリップ系の音のちょっとディープな入り、ここがすごくいい音で心地よかったですね。すごく際立って聞こえたので、とても印象的に残りました。いやー、ありがとうございます。うまいね。ちょっと特別賞いきましょう。特別賞はね、皆さん、もう私のもう審査項目何も関係ない。なんならね、約70人 YBC みんなの動画見た後に、あ、特別賞誰にしよう、あ、この人でいいや、もうね 0. 何秒。特別賞は本当に僕のフィーリング。はい。ということでね、特別賞に行こうと思います。特別賞。
名前なしさん。なぜ特別賞なのか、動画を見ていけばわかります。行きましょう。3、2、1、B-BOX。ここ普通ですね。ここ別に普通です、皆さん。こっから来ますよ。まだだった。え、普通だよね。ここまで普通。もうしかもめっちゃいいこのビート。震えてんだよな、俺が。おい、もうこれ3年前だよ、これ。また増えた。どこアップしてダウン。わかりましたか？皆さんわかりました？なぜこの方が特別賞か。まず YBC 今回約70名のエントリーで僕の画像を使って動画を撮った方はいません。サムネとかどっかちょろって僕はいるんですが、僕をメインでこんなに画像スライドショーみたいな感じで使ってくる方はこの方だけでしたし、僕の写真のチョイスが、他の方はね、ここ2、3ヶ月ぐらいの僕なんですよ。この方ね、年単位。あのヘッドホンのやつはね、あのコロタン前、このパンデミック直前、なる直前ぐらいに撮ったやつなんで、ね、2020年の3月ぐらいなんですよね。んで、後半の方もね、多分もっと前、4年、5年前ぐらいっぽい写真も使ってるので、どちらにせよ3年前ですね。どちらにせよ3年以上前の画像を使って参加してくれてるんですよね。で、しかもさ、これがタルタにポンって乗ってるならいいやん。これが分身したりさ、ここズームされたりよ、暴れさせられたりよ、面白おかしくやっていただいた。そして、ビートが好き。ビートもすごく中毒性もあって、これグルービーってところですかね。フロー。まあ、グルービー。グルーヴ感の方ですかね。すごく乗りやすくて。そのビートのリズム感に対しての、僕の写真が動きまくる。ちょっと、しかも合ってんだよね。そう、動き方も地味に合ってんだよね。そこがもう地味にムカつくんだ、本当だけど好き。っていうね、そういう僕のいろんな感情をこう、って遊ばれたのもあって、一番インパクトに残って今回特別賞で選ばさせていただきました。名前なしさん。おめでとうございます。俺の子さんのファンだよ、これね。こんな何年前の、よう見つけてきたわ、本当。ありがとうございます。